速稼塾の久保でございます。今回は第3次世界大戦というテーマでお話しするんですけども、とっても物騒なテーマですよね。でも皆さん、今もうすでに第3次世界大戦が行われてるって感じがしませんか？でここでですね、戦争の概念をちょっとね整理したいと思いますけども、戦争っていうのはある国とある国が対立して起きることなんですよね。例えばこちらにある国があってですね、この国の国力を落としたいとする場合、まあ、軍事力でよって思ってですね、攻撃したり、失礼しました、まあ、軍事力でね攻撃をしてみたりとか、それから輸出を制限かけたりとかね、とにかく国の活動をできないようにして、プラス人口を減らしていく、攻撃したりとかね、空襲したりとかして、そういった形でどん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 この国を攻撃していって国力を弱らせるってことがあります。で、こっちの国はこっちの国でいろんな攻撃とかね、謀略を用いてこの国を衰退させることに、まあ、破壊していくことに、かなり、ね、勢力を注ぐわけなんですよ。で、そう考えてみると、今どの国がどの国に仕掛けてるのかよく分かりませんけども、ただ確実ですね、確実にあらゆる国がどこかの国からか攻撃を受けたような形で人口が減り、まあ、多くの方が亡くなってですね、そして病院機能が麻痺して、国によってはですね食料の供給が難しくなっているという、こういうふうな状況が訪れています。我が国日本でもある人はですね、仕事になかなか行けなかったり、もしくはね仕事が奪われたり、自分の職場が徹底的に破壊されてもう活動ができなくなったりってことが起きてますよね。これっていうのは、そうですね、昭和16年とかね、17年、19年、20年ぐらいに日本でもあったような、まあ、戦争状態というかね、空襲を受けた状態なんじゃないかなと思います。特に空襲を受けたような状態っていうのが今ね、言えると思うんですよ。ある、まあ、人が集まる会社とかね、そういった施設でクラスターが起きたって言われて、何十人もの方がですね、その職場からちょっとね、出なければならなくなって病院に移送されるということがあります。まさに空襲を受けたような状態なんですよ、そういうのが世界中であらゆるところで起きてます。そうするとやっぱり社会不安になりますよね。で、一体誰がこんなことをやったんだみたいな感じで、ある特定の国のある特定の地域を名指しでね攻撃したりすると、攻撃っていうのはこの感情とか言葉でですよ、攻撃したりすると、そして攻撃された国は攻撃した国に対してまたね怒りを向けていくということで、国と国との対立があるわけなんですよ。これがだから爆弾を使わない、兵士を使わない第三次世界大戦なのかなと思うわけなんですよね。で、戦争中はあらゆる国がどちらかというと貧乏になっていくわけなんですよ。貧乏にね。で、いわゆる世界恐慌みたいな状態が今起きつつあるのかなってことは放送で何回も申し上げましたよね。で、戦争後は何が起きるかっていうと、一部特定の大富豪と、それから多くのね、ものすごく苦しい暮らしを、この代まで、もしかしたら孫の代まで、子々孫々の代まで受け継がなければならないような悲惨な状態の国民が出てくるんですよね。まさに今と同じですよね。すごい怖いことが起きてるような気がしますけど、皆さんどのようにお感じでしょうか？私はね、今ね、本当にね、毎日毎日感染者が出ましたとか、クラスターが出ましたとかね、お亡くなりになった方がいましたとかね、お亡くなりになった方の報道はあんまりないんですけども、でもちょっとね増えてるわけなんですよね。世界中で200万人ぐらいの方が感染して、何万人かの方がねお亡くなりになっているというふうなレポートがあります。例えば今でしたら、お亡くなりになった方は11万2151人という形で出ています。感染者全体が180万飛んで290人という、これ世界中で第3次世界大戦が行われているような死者数じゃないかなと思うんですよ。当然ですけども、お亡くなりになった方ってのはもう戻ってきませんよね。感染が収まっても、世の中が平和になっても、お亡くなりになった方はもう戻りません。そしてお亡くなりになった方の悲しみを背負いながら生き残った方も、次の時代を作らなければならないんですよね。で、今ね、世界中で経済が破壊されて、いろんな国と国との関わりが寸断されて、飛行機も飛ばなくなってね、空港ってのは攻撃を受けたわけではないのに飛行機飛べなくなってますよね、どうでしょうかね、この状況。鉄道ってのは破壊されたわけではないですけども、まるでね爆撃を受けたかのように乗車率ってのは下がってますよね、利用率ってのは。いや、同じですよ、これは戦争が起きたのと、で、この騒動が収まったからといって簡単にこういうふうなね交通インフラとか物流とか
人々の暮らしっていうのは戻るでしょうか。そして意欲っていうのはどういうふうになっていくでしょうか。私非常にね、まあ、怖いなと思うんですよ。第二次世界大戦が終わって世界中がね焼け野原から復活してきた、その時の状況が今回もね訪れるんじゃないかなと思ってしまうんですけどね。恐ろしいですね。いや、第三次世界大戦という物騒なテーマでお送りしましたけども、私がね日々これ戦争みたいなことが、第三次世界大戦みたいなことが起きてるなっていうふうに感じてること、伝わりましたでしょうか。まあ、私一人の懸念だったらいいんですけども、皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。またね皆さんからのコメントもいただければ幸いでございます。それでは失礼します。